はい、皆さんこんにちは。鳥取キングダムです。今日も元気に坂つくやっていきましょうということで、本日何をやっていくかというとですね、こちら、まあちょっと時期は遅れてしまったんですけども、グッドチョイススカウトのこのマンチェスターガチャですね。でこのガチャの考察っていうのをやって、でそれはまあちょっとメンバーシップ限定で出してますけど、その後ですねガチャもやっております。でガチャ動画も撮っているんですが、まあちょっとその遅くなってしまったので、まあちょっとこれはオクラにしようと思います。はい。でまあ結果だけ言うとですね、結果だけ言うと、まあ、このガチャ、回してカバーニ、それからラッシュフォード、それからショー、ルークショー、この3名をご突という形になっております。で、ジェームズとリンデルフに関してはご突作ろうと思えば作れましたけども、まあ絶対というか、まあ、この2人に関して言うと使わないなというのがありました。もちろんこの2人いい選手で優秀なんですけども、チーム事情的に言うと、まあ、このクールウールで行くとですね、ラッシュフォードカバーニはまあこんな形でここに、マンチェスターとして入りますよね。で、このフィーゴのところになるわけですよね。で、フィーゴのところはやっぱりフィーゴの方が優秀です。ステータスもやっぱり AABB の選手ということもありますし、レーン特徴も持ってます。まあ、圧倒的にここはフィーゴかなと。黄金の右足でプレースキックも蹴らしてますし、なんで、まあここは、作らないかなというところで、さらにはやっぱり優秀なスキルを持っておりますので、ジェームズに関してはもうしっかりとこのメイアルアドリブルを配るというところで、活躍してもらって、本人はご突しませんでした。で、リンデロフに関しても同じで、同じポジションにはサイドで言うとAABB のバラン、AABB のセルヒオ・ラモス、AABB キャプテン特徴持ちのイエローがいますので、まあ、ここはちょっと作らないかなというところ。プラス、クオッシュ・パスカット。まあ、現状、パスカットのスキルの中で最も優秀と言っても間違いないと思います。このクオッシュ・パスカット非常に優秀ですし、私はですね、パスカット難民でしたので、このクオッシュ・パスカットはたくさん配る要因として、リンデロフは作らずに、スキルの継承として使っているという状況。まあ、よってですね、カバーニ、ラッシュフォード、ルーク・ショーのこの3人をご突していったという感じです。で、ただですね、まあなんでこの3人ご突したんですけど、実際に、SWCC で使ったのは、ラッシュフォードのみです。ラッシュフォードのみ。はい。ラッシュフォードのみですね。で、まあなんでラッシュフォードのみなのかということも含めてちょっとお話をさせていただいた後に、最強のラッシュフォードの作り方と最強の、カバーニの作り方、お話2つともしていきたいなというふうに思っております。それでは行きましょう。はい、ということで、まずはですね、ラッシュフォード、カバーニ、それからルークショーを作った理由ですね、はですね、このマンチェスター染めのクールウール監督は非常に攻撃力が魅力的な監督で、まあ、現状来ているすべての監督の中で攻撃だけで言えば、まあ、トップクラスですね、ナンバーワンに近い監督になっております。ということで、まあ、そういうふうに特徴をしっかりと持っている監督だからこそ作っておきたいということが一つで、あとはシンプルにクールウールとベルゴスケで戦っていくときに、まあ、両方とも勝率はほぼ同じぐらい、まあほぼ負けませんので、ほとんど100に近いような状況なので、まあ差がつきにくい。でただクールウールの方が得点力っていう点ではたくさん取れるので、まあ、得失点差とかそういったところではクールウールの方が上かなというふうには思いました。ただ、まあ、失点が多くなってしまいがちなので、そこに関して言うとやっぱり殴り合いというところになるので、少し、まあ、不安な部分もあるのかなと。で一番安定感というところでやっぱり一個も落とせない、まあ、決勝トーナメントに行くという最優先で考えたときに、クールウールではなくて、守備も安定して攻撃も安定しているベルゴスケっていう選択をしました。
はい、でその選択をするとですね、カバーニ、ラッシュフォード、ルーク・ショーで使える選手といったらルーク・ショーのみ、まあ、カバーニも使えるは使えるんですよ、使えるは使えるんですけども、やはり、こっちのベルゴスケってなってくるとレアルのバフがかかってくるカカとベンゼマ、っていうのがやっぱり一番主軸になってくるかなと、まあ、カバーニも試しましたけどね、でもまあベルゴスケだったらこの形が一番ベストだったというところですね。はい、で、まあだとしても、カバーニ作ってルークショーを作ったのにはもう一つ理由があって、マンチェスターの監督って今のところクールールしか来てません。まあチェルシーもそうですけど、この後多分ですけどチェルシーもマンチェスターももう一人ずつぐらい監督追加されると思うんですよね。マルテタもそう、アーセナルに関しても、まあ、ちょっとプレミアリーグにおいてかなり中途半端に全部手出してってるんで、これがどういう風に今後なっていくのかっていうのはちょっと読めないんですけど、まあ、僕の予想だともう一人ずつぐらい出てきてもう一巡ぐらいすると思っています。なので、まあ、そうなった時にカバーニとかラッシュフォード、それからルークショーっていうところが生きてくるような感じにしてくれればなという思いもありながらですね、ごとつを作って今置いてあるというような状況です。あとは決勝トーナメントを戦っていく上では個人的にはベルゴスケよりもクールールを使っていこうかなという気持ちがあって、まあ今回 SWCC は決勝トーナメント行けませんでしたけど、まあ行ったとしたら実はクールールを出そうかなと思ってましたので、まあそれ用に、目は決勝トーナメント用にクールールは作っていたということですね。なんでカバーニもルークショーも、実は決勝トーナメント用に用意してたんですよね。はい、っていうところでございます。はい、ということで、まあなんでこの3人を凹凸したのかっていうのは、まあそういうような理由ですね。はい、では、早速いきたいと思います。最強のラッシュフォードの作り方。はい、このマーカス・ラッシュフォードなんですけども、この選手めちゃくちゃ強いです。最初に想定していたよりも、かなり上回ってくれたなというのは感じました。そもそもこのベルゴスケ監督のフォーメーションというのはかなり強くて、で十分アザールでも強いんですよ。でラッシュフォードっていうのは AABB の選手なんで、アザールと比べるとアザールは ABBC の選手なので、当然総合値っていう上いうところでラッシュフォードの方が1枚上手なんですね。でさらにスキルっていうところも、アザールはバーストシュートに対してラッシュフォードはスマッシュドリブルというところで、ここも1枚上、まあ、全てにおいて1枚上なんですよ。なんですけど、ラッシュフォードとアザールを比べた時にサイドの選手として必要なステータスっていうところにアザールはより偏ってくれてます。ドリブルシュートスピードっていうところにアザールはぐっと偏ってくれてますので、そういう意味で、レアル染めで使うんだったら 2% のバフもアザールはかかるので、ということであればわざわざラッシュフォードを作らなくてもアザールでも十分同じような、結果が出るんじゃないかというふうに予測しておりましたが、実際にラッシュフォードを作って今回 SWCC で使ってみたところ、いや想定よりもはるかにアザールより強かったので、それをちょっと皆様にご紹介したいなと、その理由もですね紹介したいなというふうに思います。まずはですね、マーカス・ラッシュフォードのスキル見ていきましょう。ランアップシュートとバーストロングシュートをチョイスしております。でここがやっぱりすごい強かったなと思います。アザールと比べて圧倒的にラッシュフォードの方が活躍してくれてます。これなんでかっていうと、やっぱりスキルの、このバランスがラッシュフォードはめちゃくちゃいい、っていうのは基礎で複合系ドリブル持ってるんですよ。なんでもうこの基礎で複合系ドリブル2つ積みなんで、ドリブル抽選になった時にめちゃくちゃ強いんですよね。この S プラスの、抽選が一番最初に行われて、まあ出やすいんですよね、そもそもスマッシュドリブルって、なんでこのままこれが出ることも多いですし、出なくても次の抽選もスマッシュドリブルなんで、まあめちゃくちゃ強いと。でシュートのシーンになったら、今度はこの S のランアップシュートと A のランアップシュート、抽選 2段階でさらに言うと、発動してしまえば一定時間シュートドリブル特大アップしてるんで、発動してしまえば次のドリブルの、退治のシーンにももうすでにドリブルが特大アップしてる状態が続くんですよね。そうなるとよりスマッシュドリブルの効果が発動しやすかったり、発動してその、抜き切るっていうところが、まあ、強かったり、まあラッシュフォードからボールを取るっていうのはこういうのが発動していく後って考えたら、まあ、かなり厳しいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、でさらにここでバーストロングシュートということで、このサイドの、ベルゴスケにおいて
このロングシュートって結構大事にしてるんで、そういう意味ではここのロングシュートもかなり、サイドから効いてるなっていうのは感じましたね。シュートバフもありますので、はい。で、あとスマッシュドリブルとロングシュートの組み合わせ、コンボ技っていうのがやっぱりすごく出るんですよ。なんでスマッシュドリブルで抜いてそのままバーストロングシュートバンっていうのもありますし、抜き切って今度キーパー近ければランプシュートが出てきますしっていうところの、まあ、このスキル組みがやっぱ最強。もうサイドバックじゃない、ウィングの選手としてやっぱ最強っていうところですね。ベルゴスケにおいても最強で、一方アザールはっていうと、バーストシュートなんですよね、これ。はい。で、これがバーストシュートなので、まあ、そうですね。ドリブルがブレイクドリブル。で、これが複合系じゃないので、発動抽選としては、対峙した時の抜く時にしか発動のチャンスがないんですよ。で、発動したとしても、チューアップって結構低いんですよね。うん、なんで絶対にドリブルが1個いるわけですよね。でしかも複合系を入れないといけない、まあ、運ぶ時にも必要だし、対峙の時もブレイクだけでサイドで戦っていくっていうのは厳しいんで、ってなってくると複合系スパイクだとかスマッシュをつけなければいけない。でつけたとしても運ぶ系の時は抽選1回限りなんですよ。でやっぱこのドリブルを生かしていきたい、まあこのアザールの良さってドリブル ABB がついてると。でここにおいて僕はラッシュフォードと大差ないんじゃないかって話をしちゃってるんですけど、ドリブル ABB のステータス以上にやっぱスキル構成がドリブルに向いてない、うん、っていうところで、まあ、運ぶところは、まあ、その1個の発動抽選、まあ、もちろん2個ドリブルつければ同じなんですよ。同じなんですけど、そうするとロングシュートがつけられないっていうところを考えると、まあなかなか、うん、厳しい。ただまあそのラッシュフォードの活躍ぶりを見てるって、いやでもやっぱロングシューターいるな、見てると、まあ、やっぱり複合系ドリブルの二重抽選、っていうのがでかいのかなっていうのはすごく改めて感じましたね、うん、スマッシュドリブルとこのザレットメテオ、この複合系ドリブル二重抽選、これやっぱ強いですよ。はい、まあ、あとはやっぱなんといってもランアップシュートがやっぱり はまりまくりですね、ラッシュフォードには。初期の方の、スキルなのに、今これ正直ブレイブシュートとかエレガントシュートって3つ爆上げするんでめちゃくちゃ強いんですけど、でも正直このウィングとかトップの選手ってランアップの方が強かったりしますよね。結局シュートとドリブルが上がる方が怖いですもんね、精神力が上がったりとかフィジカルが上がるよりも。はい、というところで、マーカス・ラッシュフォードの最強の作り方は、まあ、以上の理由で、ランアップシュートとバーストロングシュート、これが間違いないなと、すごく思ってますし、SWCC 通しても圧倒的な活躍をしてくれたなというふうに思います。まあ、なので、S のシュートスキル1つ、まあ、できれば、2つ以上、ステアップがつくものですね。で、まあ、A のランクシュートをもともと持ってるんで、ランアップシュート持ってるんで、まあ、S のランアップシュートをつけることで、発動率っていうのを少しでもこう、発動しやすいような状況っていうのを作ってるっていう感じですね。はい。で、もう一個はロングシュートをつけると。で、これはやっぱりサイドの選手のロングシュートって結構強烈なんで、これ結構前からずっと言ってますけど、やっぱこれがいいかなと思います。で、もちろんアグレッシブトラップは抜きの話してます。もう毎回言いますけど、アグレッシブトラップあるんだったら、それはもうアグレッシブトラップは絶対つけたら一番強いのはもう確定です。はい。まあ、ない前提での話ですね。もしあるんだったら、僕だったら、どうかな、僕だったらそうですね、アグレッシブトラップとバーストロングシュートにします。はい、っていう感じですね。で、遺跡特訓はもう勝者とアンタッチャブルでいいと思います。まあ、ここちょっとパスカットアップなんで、ここを変えたいんで、これはもうちょっと頑張らなきゃなってところですね。はい、アグレッシブトラップつけてたら当然、何でしたっけ、マグネットタッチか、マグネットタッチと、まあアンタッチャブルでしょうね、うん、っていう感じです。アクセサリーは、僕はノースロンドンつけてます。まあ理由としては交代しないんで、この位置
根性が欲しかったっていうところをですね、あとはドリブルスキルの発動率もショーアップもついてるしっていうところで、まあ、ノースロンドンを選んでます。ちょうどワールドツアー来てるんで、ぜひこのノースロンドンっていうのはめちゃくちゃ優秀で、全ての、ポジションの選手につけることができて、そして根性つけれちゃうっていうところ、まあ、これめちゃくちゃ強いですよね。特に今もうダイヤモンドディビジョンだけじゃなくてほとんど全ての、ディビジョンで、スタミナ削られまくるんで、この根性がつくっていうこのアクセサリーは、まあ、現状普通に回って取れる銀のアクセサリーの中では最強クラスじゃないかなって個人的には思いますね。はい、ということで以上、最強のマーカス・ラッシュフォードの作り方ですね。めちゃくちゃいろんな説明して長くなっちゃいましたけど、まあまあ、SWCC 通して、結構自信を持って、おすすめできる スキルぶりと作り方かなというふうに思います。はい、で続いて、カバーニに行きたいんですけども、ちょっと長くなったのでカバーニは、別でちょっとお話ししていきます。一旦ちょっとここで動画を終わりたいと思いますので、はい、ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。The cold nights just don't feel the same. Oh.